ず、行く。はい。いつも行ってんな。もうとっくに行ってるから。エンゼルス買いて、借金6。いつもので止まらず。なんで大谷出てんのアホやろ。大谷ここで試合できるのもあと少し。走られすぎやろどうにかせえや。プレイオフ進出に黄色信号。結局大谷がいる間一度も終わりいかなそうでくさ。大差で負けてばっかだし得点取られだしと総崩れだし怪我人ばっかだし大谷も故障ギリギリな感じで見てて痛々しいし。消化試合やん。エンゼルス球場ガラガラやな。もはや他のチームの有望選手を日本の視聴者に紹介するためだけに存在する球団。スター選手抱えてここまで弱いっておかしいやろ。